今日は僕たちドブロックが稲村亜美さん文化放送水谷アナウンサーと一緒に放送できるエロい話グランプリをお届けしていますちょっとさ、いきなりですけども一曲曲をね紹介したいと思いますけどいはちょっとじゃあ景気のいい曲をお届けしたいと思いますパッと行きましょうかというわけで聞いてくださいドブロックでドスケベ数え歌というわけで聞いていただいたのはドブロックで ドスケベ数え歌でございました。いや、ー夏が待ち遠しいな。そうですよね、お祭り。お祭りがね、待ち遠しいです。聞こえてきますね。お祭り、お祭り、聞こえてきそうです。よい、聞こえてきますけども。ちょっと、あの、曲が短かったんで、ここで、ねちょっと一つ、お便りを。いけますか?。水谷アナに。私ですか。ね、少し目が。わかりました。川越市にお住まいの、右玉あがりさんからいただきました。男性の方です。 最近笑うことが少なかったのですが、今年一番笑いました。1月おちんちん感電しました。どういうこと？犯人は静電気です。<ー>着替えで上着を脱いだ際、バチバチっと音がして先っぽに通電しました。うん、痛いやらおかしいやら避雷針だと勘違いしたのかな？うん、実はです。 へこれは初めて聞きましたね関連すするることあるんですね,ねだからほら乾燥してたりすると、はいね、結構なるじゃないですか<ー>静電気とか大体、うん、ほらねおちんちんは湿ってることが多いのであんまり、ね、聞かないそういう意味であんまないのかなと思ってたんですけど。 この方結構、乾燥されてるんですよかね。が保湿してほしいですね。保湿クリームとかね、こういうね、ハンドクリームならね、人工クリームみたいなのが売ってればいいんですけど。脱いだ時によくありますよね。例えばセーターとか。指先とかありますけど、車にのみ、乗り込む時とか。そうね。確かに。その ね、パターンは初めてですねでもクリームってないんですかありそうですけどね今男性用のクリームハンドクリームみたいな感じでやっぱそうなるでしょチンコクリームは

そうだね、確かにね、ああ矛盾してるのかな。だからないのか。でもサラッとしてるクリームとか、もね、ありますよね。サラサラするやつでしょ。やっぱでもそういうの女性も気にするんですかね。こう触った時にこのしっとりしてるなとか、その手繋いだ時も思うじゃないですか。ああ、まガサガサしてるよりかは全然ね、なんかなんかこうぬるぬるしてる手も嫌ですよね。嫌でああ、でも同じか。あっちもね。あっちもあっちもやっぱガサガサ。 してるのも嫌だし、ぬるぬるしてるのもやっぱり嫌なのかな。見たことないですけど <laughs> <laughs> でもねえ、あと <laughs> 来てますねお便りれ。<あ>えー、来テラしたた、これはタケルさんですかね。<ー>楽しいけど。 三時半まで聞く内容ではないなちょっと見切りをつけ始めて早い早い1時間ありますからねそれは私もさっきから思っててこの番組二時間半じゃないですか二時間半やることじゃないなさっきちょっと思ってたんですなんかそのペース配分とかがあるじゃないですかちょっとみんな飛ばしすぎですよね早め早めだんだんっていうじゃんだいたいこういうのがありますけど騙し騙しやってた方がいい騙し騙しやってた方がいいですねそうですね いいですよ。スイングってのはいいですけどね。本当に。さあ、続きまして。はい。はい。じゃ、あちょっと、読ませていただきましょうか。埼玉県。こうのを出したる、六九おうおう、四十八歳の方です。変わったな。前回は、グランプリに選んでいただき、ありがとうございました。今日は、王者。ええ、景品の爪切りで。 しっかり爪切りプレイを堪能させていただきましたとても良かったです <laughs>、はい、さて高校生の時夜塾の帰りに催した僕は薄暗い公園の公衆トイレに立ち寄りました朝顔に向かい用を足していたところ失礼しますと声がしてまるで水谷さんのような美人で素敵な女子大生風のお姉さんが入ってきました、はい、そして僕の隣に立つと 何相づちを打ちながら僕の放水現場を見つめていましたうぶ<え>だった僕は状況を理解できずお姉さんに見守られながら用を足し終わり雫を切る儀式の後緊張で縮こまったものをしまったところお姉さんは「ああ男の人って本当に拭かないんですね。ありがとうございました」と言うとヒールの音を響かせながら去っていきました。 僕は急いい、で手を洗いお姉さんはどうされるんですか <laughs> と聞こうと追いかけたのですがすでにお姉さんの姿はありませんでした女子のトイレは電気が消えたままでしたきっと女子大生同士の会話で男は吹かずにしまうと聞き周知心よりも探求心が勝ったのでしょう勉強熱心なお姉さんは実際に確かめたかったに違いありません僕も人様のよう 役に立た役に立てたことを嬉しく思いました。以来今でも年上女性が大好きです。こういうことです。やっぱチャンピオンはいいっすね。なんか安心して聞いてられますね。こんなことないっすよね。聞いすごいな。失礼しますって入ってたんでしょかっこいいっすよね。これはでも僕ちょっとあの最近実はあのようにしたんですよ。 だから男性ってどうしてもこうだからそそだったらそもそも吹けばいいじゃんと思って、うんうん、ちょっとねあのぜ全部用を足し終わったんで、ね、ちょっと添えて、はい、でそれで立ち上がって、うん、あのふんふんふんと踏み踏み踏みと23歩こうその場でね、うん、あの足を動かしてそれをポイッと捨てるみたいな。 これ結構ね俺男性にこれおすすめしたいんですけどもね今トイレがこの立ちじゃなくて様式で座りのパターンあるじゃないですか座るからねティッシュがつけたら家とかだとどうしても座ってやるじゃないですかそういう時にねもう男子も副時代だと思います僕はそうねそれは僕も拭いてます なるべくエコーにも気をつけてなるべく短いティッシュをちぎってだからやっぱ血拭き男子が増えてんだ最近なるべくね本当にまた溜まってたものが出てきちゃうっていう人もいるじゃないですかだからさっき「踏み踏み踏み」って僕言ったじゃないですか結構本当歩いたりするとその時にあとで後追いでジュッと出たりするんですよ

あそうね。あじゃそれだったらもうコルクみたいなやつがね。あのそのなんならもうなんかもう蛇口みたいなのつけて、出すとき緩めて、終わったら閉めればいいかもしれないね。あでも本当に実際パンツの前にこうね男性用もこうつける？なんかナプキンみたいなのがあってもいいのかもしれませないね。吸水ライナーみたいな。確かにそうだ。からいろんなビジネス発展するよ。本当ですね。いいですね。金子マサルさんも聞いてねえや。経済の話をするから。はい。 存在 <laughs> 番組になりまですよね。<ー>はい行きますよ。はい、お願いします。ラジオネーム冬の恋も幻さんからです。神奈川県の四十七歳の方ですね。数年前、通,さ通販サイトで自分のあそこの肩が取れるというアダルクトグッズを見つけたので <laughs> 興味本位で購入したんです。説明書にはボールにぬるま湯と粉を入れ 素早くかき混ぜると書いてあったのですがこの作業に手間取ったせいか型を取る筒に液体を流し込むときには少し固まり始めていたんです急いで自分の竿を筒に入れるも時すでに遅し僕の心も竿もしょぼんとしていました背後に誰かの視線を感じたので振り返ってみたら妻が ゴミを見るような目で僕のことを見ていましたえこれそもそも型取って何がしたいんですかだからまあ自分用のそういうおもちゃみたいなの作れたりとかもするのかなああそうなねまあ記録とかそうだね魚拓みたいな魚拓みたいなものなのかなえちょっとどっちなんでしょうブッツが出てくるのかデコになるかなボコになるのかデコになるのかどっちなんだろうだ ボコにしといてまた後からそこになんか流し込んで形を取ることもできるそういうことかこれはだからまあその戦闘状態にしてからってことでうか要は取るときはそうね。か竿もしょぼんとしてましたって言ってますもんねこれなかなか難しい難しい難しいですよねいい状態のままでで何かの協力というかねが必要かもしれませんね本にいいかなんか 寝る寝る寝るねみたいでそうだね一の粉とか二の粉とか確かにね <laughs> ああでもこれ面白いなね確かにそうそういうこの他の触ってるところを誰かにね、うん、後ろ姿とか見られるのは恥ずかしいか、ね、いやいやそうですね,ねでもそのゴミのような目ゴミを見るような目でっていうその奥さん,うん、うん、もしかすると奥様のために 元気な形をっていう実は愛かもしれないって僕はちょっと思いました。なるほどね。や年年も重ねてそれもあると思うね。そうなのかな。ゴミを見るような目で見られてまた復活したりしてね。できたなんてね。完成したりしてあり得るかもしれないですね。面白いね。行きましょうか。ちょっとね。はい。じゃあここでどうしましょうかね。うん。あじゃあはい。製本に行きましょう。 そうしましょうか。はい。良さそう。はい。じゃあちょっとここでじゃおしゃれない、おしゃれな曲をお送りしたいと思います。ドブロックでステイホーム、僕だけの居場所。というわけでお聞きいただいたのはドブロックでステイホーム、僕だけの居場所。でクールだね。クールな感じの曲でございましたけどはい、ちょっとね、木原晴之さんのね、もう本当さすがな。はい。 どうでしょうかね。えでも私結構好きですね。あ本当ですか。あの歌詞自体はくだらないなって思ったんですけどいいです。あいいですか。うんでもあれです外国の人とか歌詞を気にしないでリズムだけ重視の方多いじゃないですか。あ受けるかもしれない。ちょっとこれね海外進出もね考えていいのかもしれませんね。受ける可能性をね。 B. T. S. ん <S、うん、はい。じゃ、あこの辺で、じゃ、お便り紹介したいと思います。ラジオネーム、いつもと違うネームです。家の古本をネットの買取屋さんに送ろうと、段ボールに詰めているときに。まだ隙間があるので、娘に。いらない本ない。と尋ねたら、何冊か置いていきました。 本に個人情報が書いているものがささまっていたら困るなと思いペラペラ本を開いて確認していたら娘が書いたと思われるめちゃくちゃエロい絵が出てきてびっくりしました <laughs> 確認するのもはばかれたので絵はこっそり捨ててそのまま古本屋さんに送りました「確認してよかったです」「絵を見たことは娘には言っていません」「どのくらいエロかったかは ご想像にお任せします。という。はい、めっちゃ可愛いです,、ね、<ー>ですね。ありがたいですね。ラジオネーム多分。いつもこう変えて、このお便り送ってくれたっていう。うはい。<laughs> いや、やってたわ。これやってないですか。何をやってたんですか。ね、だから、まあ、ちょっと、まあ、ね、エッチな本とかもいろいろ見見えるじゃないですか。はい、エッチな漫画とか。うん、その先に、もう、もう、こういう本当に興奮したいものをもう自分で書く。 べきだと思って<ー>自分でね一時期こう、はい、書いてたんですよ <laughs> そ <laughs> 生み出しなもエ<う><う>さん自分でエロマンガ書いてるんですか <laughs> エロマンガ書いて自分で、はい、読んだり そういう時期が一時期あったので懐かしいなと思ってねちょっと嬉しくなっちゃいましたまあね画力がね大切だけど結局やっぱ難しいんですよなかなか自分の体に自分が納得するねもうすぐもう何回もさ消すから消して書いてするからもう薄くなってきてっゴリゴリになっちゃってそうそうそうとかなっちゃったけど書いてる時が結構興奮したりしてねよかったですけどねまあスクラップはありますけどね 女の子もやってたと思うけなんか可愛いよね、はい、なんかね。かうん、興奮したページだけを切り抜いてとか、<ー>そういうのはありましたけども。まあですねうん。いやそうですね。はい。それじゃあ、え <laughs> 私ですか。はい。えわ、ー、かりました。ええー、え五歳会社員の男性ですね。えー、杉並区にお住まいの田間さんと同い年という方からいただきました。うんうん 20年前のゴールデンウィークの時のことですマンションの1階に住む僕は5月の風を部屋に入れるため窓を開けていましたそんな木曜日の夜どっちの料理ショーを見ており関口博士と三宅裕二が今日の料理はどっちと叫んだ瞬間マンションの2階から 喘ぎ声が響いたんです <laughs> AV 鑑賞中にイヤホンジャックが抜けたのかなとベランダに出てみると2階の窓が全開でした当人はそれに気づかずパコパコし続けています住宅街に響き渡るあの声なんとか気づかせようとベランダの柵を叩いたり懐中電灯を2階の網戸に当てたりしたんですが夢中の2人には届きませんすると 向かいの一戸建ての二階の部屋から、うるさいという大声が。即、窓を閉める音が聞こえ、喘ぎ声は止まりましたが。もう少し聞いていたかったのが、本音です。はあ<ぁ>。いな、今回聞こえる系が多いですね。ね、あ、やっぱね。でも、結構、やっぱ、世の中の人、聞こえてる状況ってあるんですよね。ね<ー>。 なんだろう、やっぱりどっちの料理書を見ながら、やっぱ、なんかね、興奮しちゃったんですかね。うん、うかねどうね、うん、いろんな料理そも、どっちが勝ったんですかね。どっちね。 ちょっと何対決だったのか、分割かな。確かにね。どっちが簡単だろう。まあこれから暖かくなりますからね。暖かくなるわ。ちょっと。五月の風を入れようとっていうのがかったですね。素敵でした。換気してる人も多いですからね。この数年はね、気を付けないといけないっていう配慮あるじゃあこうら辺でまた一曲だそうです。どうしましょうかね。 じゃあちょっとうん、うん、自己中いっちゃいましょうか行きましょうか、うん、はい、ね、それじゃあ,まあそうですねまあまあ今の時代だから聴いてほしい曲かもしれないです、うん、それでは聴いてください「ドブロックで「私立自己中学校」うん、お聞きいただいているのは「ドブロックで「私立自己中学校」でした。はい、はい でそうなん結構これはノーマルな感じが下ネタではないですもねこれはねある意味だからさっきの話でいくともうあんまりこう窓を開けてしてたとしてもいいんじゃないかということかもしれませんよ本当にそれはそれで一つの。

グランプリを獲得するのは一体誰なんでしょうかグランプリは番組のエンディングで発表いたしますまだあと40分ぐらいあります <laughs> 皆さんからのメッセージまだまだ受付中ですお待ちしています